シフイちゃんの能力ワールドクリエイト、ハトコの能力オーバーエレメント、トモエの能力クローズドクロック、サユミさんの能力ルートオブオリジン。まだメインイベントが残ってますよ。ダーク&ダーク、黒い炎が出せるだけか。しかも熱くないっていうかぬるい。これは戦闘には使えないんじゃ。その通り、これといって使い道がない異能だな。ないですね。もしかしたら隠れた異能があるとか。ないんです。まさか本当に無意味な異能なのか。その通り。現実はなんとなくスーパーな私たちの日常。